プトレマイオスの世界地図。150年頃にプトレマイオスが表した地理学を元にして15世紀に再構成された。プトレマイオスが考案した聖巨円水図法で描かれている。タプローブインとアウレアチャーシニーズスを越えた右端にシナエが描かれている。プトレマイオス図の東アジア及び東南アジアの詳細。ガンジス川の河口が左にインドシナ半島が 中央に南シナ海が右にあり、市内という表記が見える。プトレマイオス図は2世紀のローマ帝国で基地となっていた世界を表した地図である。これはプトレマイオスが150年頃に表した地理学に含まれる記述をもとに作られている。地理学には世界地図1地図と地方図26図が付けられていたが、プトレマイオス自身が作成したそれらの地図は後、失われ。 現在は見つかっていない。しかし、地理学には当時の世界の様々な場所について多くの手がかりが含まれており、そのほとんどとなる約8000カ所に座標情報がついている。地理学が1300年頃に再評価された際、その座標情報を使い、地図制作者はプトレマイオスの世界像を再構成することができた。 現存する最古のプトレマイオス図は12から13世紀に制作されたギリシャ語表記のものである。プトレマイオスと彼の地図の最も重要な貢献は、経緯度線を使用したこと、地理的位置を天体観測によって特定したことであろう。彼の地理学が9世紀にギリシャ語からアラビア語へ翻訳され、その後15世紀初めに西欧でラテン語へ翻訳されたとき、 全球的な座標体系という考えは中世、イスラムとヨーロッパの地理学的思考に革命をもたらし、それに科学的、数的な裏付けを与えることになった。カナリア諸島を軽度0度として東へ180度、南北は赤道を挟んで80度がカバーされる。ただし東西は実際より長く見積もられている。これは当時は精巧な時計がなく、 経度の測定が困難だったためと考えられる。地図には二つの大きな内海が認められる。一つは地中海であり、もう一つは東が南シナ海まで広がるインド洋である。主な地域にはヨーロッパ、中東、インド、セイロン島、インドシナ半島、さらにその先に中国がある。他地図の特徴として以下を挙げることができる。プトレマオスズは、 当時高く評価されたとは言えず、これは実学を重視するローマの風潮が影響していると考えられる。しかし、イスラム世界においては、プトレマイオスの地理学的業績の摂取が見られた。例えば9世紀のムハンマドイブン・ムーサー・アルフワ・リズミーが表した、大地の形態は、地理学に習った、経緯度情報の集大成であり、その編纂に際しては、 プトレマイオスズの改定も行われたであろう。ルネサンス期に至り、ヨーロッパにおいて、プトレマイオスズの再評価が起こった。これは、イスラム圏を通じての紹介もあるが、13世紀以降オスマン、帝国の進出によって、ビザンチンからイタリアへ逃れた人々が、多数のギリシャ古典賞、ラテン世界へ持ち込んだことによる。1406年、ヤコポ・アンジェロ・ダスカルペリアによって、地理学は、 ラテン語訳された。同じくして、プトレマイオスズも、ビザンチンの主写本を通じて伝えられ、大きな反響を得た。15世紀後半に、活版印刷が発達すると、プトレマイオスズは1477年に、イタリアのボローニャで、初めて銅版印刷され、以降は、銅版や木版で、ヨーロッパに広く普及した。 プトレマイオスズは単なる復刻にとどまらず、新しい知見に応じた真図を加えた造法、改定も行われた。例えば以下のようなものがある。15世紀末からは、大航海時代が始まり、プトレマイオスズに内心大陸の発見、旧世界での探検航海や、植民地開発などが進んだ。これらの情報を伝えるメディアとして、プトレマイオスズの系統に属さない地図が、 制作されるようになっていったが、16世紀半ばまでは、プトレマイオス地図学の継承と不縁が、ヨーロッパにおける地図学の中心課題であり続けた。デンマークの歴史家、グッドマンドシュタは、プトレマイオス図のデンマークに相当する部分の再構成を試みた。この派生地図には、いくつかの地名、部族名が含まれており、その一部は、現在のそれに対応するものとして、 解釈可能である。オダ P315 ハット ABCDE 運の P22 エビ運の P25 ハットスローワー、ノーマン・ヨゼフ・ウィリアム、マップスシビライゼーション、カートグラフィー・イン・カルチャーソーサイティ、ユニバーシティ・オブ・シカゴ・プレス、ISBN0226799735、ハット AB 運の P47、ハット ABCD 運の P54 オダ P316、 ABC オダ P317、ハット ABC オダ P319、ジャーナルドレン、トリストフォレニンガンホーダンマーク、アーバグ1961、リーディジャット AF クリスチャンブレ、1961。ありがとうございます。